はい、皆さんこんにちは、どうもガチーモです。今回はですね FAD 使っていきたいと思いまーす。ということで、やっていこうかな。このマップはもうねスナイパーとか上手い人がおると相当厄介なマップですよね。あ、手持ちが一人おるな。どうするのだろうか。怖いな、サプレッサー入ってくる。おれ、よし、アシスト。おお、あの奥にもおる。くらえ、オッケー。お、もう一人おるか。あ、助けて。足早、まだおるぞ。オッケー、しゃがむ。アルファには開いたな。後ろにも開いとる。怖えな。僕はもうチャーリーも取っちゃいますよ。これチャーリーは取るなって言われるけど、てかまずここの家中のやつを排除するか。めっちゃおるな。よし、一瞬取らせてくれ。ああ、取れんかった。ん、どこにいる。FAD はね、本当は扱いやすいですよね。てか今作 AR、ものすごい扱いやすい。おるやん。上にもおる。あっちおるぞ。よし。この人何持っとったんや。ハンドガン。ジャガーってない。ああ何これ。あのハンドガン初めて使ったかもしれん、本作になって。やばい、これチャーリー分けた。ほらやばいな、上からマシンガンだからバレてない。おお、おし、あの AR 使った後にサブマシンガン使うと、ほんとものすごくね、なんだろう、ブレる気がするっていうか、弾速が遅く感じるよね。あー、後ろ来たった。おい、キアパケさん来てくれ。なんかいいもん来んかな。今作のケアパケのさ、いいもんって何なんだろう。お、来た。よし、トリンティーロケットや。今敵が家中に湧いとるから今使うべきではないんだ。下どこにいるんだ。わーお、どこにいたんだ今。アルファやるか。おいおい、わあ、誰も入らないか。ポンポンポーンってやりたかったのに。間違った方やろうとしてる。 IMS マジでやるかい。2人来た、もう1人奥にもやってる。ナイス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 。オラクル最強。後ろにもおるな、もう一人が死人できてないから。マズルフラッシュの元をたどっていったけど一発しか当たらんかったね。ナイスナイスナイス。おぉ、モリゾーめっちゃおり。本作さ、まあモリゾーがあるからね、モリゾー使っとる人多いと思うんだけど、初心者さんには えげつないよね。誰おる。
危なっ。 IMS うわー、なんだこれ。よこれ餌に使ってみようかな。いや、取ろう。すっげーの来て、すっげーの。おう、まさか、まさかや、ワンコやって、しかも。どこだ。おお、危ねえ。白これ。うわー、あのロケットやばい。後ろ来るか、これ。頭出しもしないね。ナイスナイス、よくやった。邪魔。やっぱオラクル出してくれる仲間が一人おると最強やな。あと邪魔やね。ものすごく重要。左スティックがさ、もう壊れてるからダッシュできないんだけど、ダッシュしたいときに。ちょっとワンテンポ遅いんだよね。お？よし、超ロングショットでも当たる、この AR の恐ろしさ。本作マジで。SMG がかわいそうだよね。落ちてくるか。これ撃った後だいたい1人か2人落ちてくるからかな。かなじゃない。上行ったと。仲間かい。ベクターもらおう。うー、やばいやばいやばい。よし、危なすぎるわ。俺やばい。あれはこの上のやつは敵やん。え、あれは違うんか。ここのね、手すりんとこでこれ A ポイント取れるんで、ぜひ覚えてくださいよ皆さん。あそこいいよでもこう言うとみんな使い出すから、逆に予想つきやすいんだろうね。あ、アルファ取られてるっていうことはそこにいるぞみたいな。うまいことこっちが3点だったから、3点取ってたから、敵のリスポが多分ぐちゃぐちゃになってて攻めにくかったんだろうね。ということでガチョツです。ガチョツ。